こんにちは、Pさんです。今日はライディングエクストリーム 3D というねゲームしていきたいなと思います。もう早速ねゲーム始まっちゃいましたけど、まあこうやってね自転車に乗って下っていくみたいなゲームなんですけど、すごい操作性難しくて、まあこんな感じでね、木とかに当たってしまうと失敗という形になります。なので例えばこうやってコースから外れて走ることももちろんできるんだけれど、結局ね、ボール地点戻される引き戻されてしまうのでね、コースに戻されちゃうんですけど、いやでもこれ気持ちいいな、人に当たっちゃったな、申し訳ない、気持ちいいぞこれは。あーなるほどね、これでポイントもゲットするみたいな感じかな。うん、あーなるほど。でポイントをゲットしていって、バイクの性能を上げていくっていう感じなんでしょうかね。まあ、どんどん行きましょう。いろんなコースがあるのがねいいですね、飽きない。あとどうだろうね、これ人に当たるとポイントになるのかな、これなんかポイントになってるっぽいね。まあまあいいでしょう、ヤシの木にねぶつからないように。あれこっち側か、あしまった、もしかしたらコース外れてるかもしんないな。ほらこっちに行っちゃダメってなってるから、こっちだね、ワープした。あーこれはちょっと失敗しましたね。お、すごい雪のコース、どんどん下っていきましょう。これねなんか前に車で谷から落ちるっていうゲームやったと思うんですけど、それにちょっと似てるな。でも車で落ちるだけのゲームはまあ運ゲーだったんですけど、これは結構操作性ゲーム性が高いな、自分で操作してねやれるから。ポイント溜まってきたね。まあ、ちょっとねポイント溜まったら後で改造してみましょうかね。うわー全部コース違うのすごいね、一つ一つのステージクリアするとまた全然違うステージになるから、これは面白いかもしれない。うわわわ、あとこれねスマホゲームなんですけど、実際にスマホでやってみるとね、これ左右のこのなんだろうな、スワイプだけで操作するんですけど、めちゃくちゃ反応がいいんですぐ右左行っちゃうんですよ。わあこれもすごいコースだな、谷に落ちたら終わりだね。バシバシ倒していくよライバルたちよ、ライバル。あ、すごいコース分かれてたりするんだな、奥深いなこれは。もうちょっと左か、危ない。やってしまった、木にぶつかるとね一発 KO ですからね、そこは気をつけないといけない、このゲームの一番の注意ポイントですね。人に当たってもね全然ね自分は倒れないんでいいんですけど、よしちょっと左側から行ってみようか、さっき右側からだったから。おお、ショートカットとかできるのかな、あそこか、あだいぶショートカットした、チャンピオンマークついてるもんね、王冠。よいしょー、1位かな。ボスレース、ついに私もボスと戦う時が来ましたね。あ石に当たってもダメか、なんかあれだね、イニシャル D っぽいよね、ボスとタイマン1対1の勝負、これ燃えるね。いやなんかね、あら
これはいつものコースと違うぞ。なんかね、狭い。コースがすごく狭い感じだな。一回コースを覚えないと厳しいかもしれないな。早い、ボス。よいしょ。いいぞ、いいぞ。いや、危ない、あー。コースが狭いから、ちょっとね、左右こう、しただけでね、こんな感じになっちゃうのよ。うわ、難しいな、これ。一回コースに慣れるまで何回かぶつかっちゃいそうだね。あと結構段差があるから、ジャンプして次ここで思いっきり切らないように、ぶつからないようにね、気をつけて。お、いけたいけた。よし、あー、いやー、最後の最後で、最後の最後のあそこの石っころ、あれ気をつけないとね。でも最後でギリギリ差し切れるのは分かった。普通にやればね。うん。もう完全にね、はまってますね、これ。石ころに。よし。いきますよ、皆さん。見ててくださいね、このハンドリングを。おいしょ。これ、ほんと車でね、落ちていくゲームを思い出すわ。危ない。よし。いけました。結構ボス戦強かったよ。やった、ゲットしたね。なんかゲットしたけど、もはやこれマウンテンバイクじゃないような気がするけど、もう完全バイクだしな。あ、しかもなんか速くなってる気がする。うん、ハンドリングも若干良くなってるんじゃないかな、これ。いや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 、1人だけ、それはバイクはずるいでしょう。もう余裕で1位ですね、これ。いい装備充実したな。なんだこれは、雨もあるのか。雨のコースだとスリップとかするのかな。おいしょ。いや、そうでもないね。スリップはしなさそう。演出だけかな。ちょっと見づらくなるぐらい、雨で。ただもうもはやコースって呼べるのかっていうぐらい自由度満点だね。あ、今気づいたけど、これいろんな国の人たちが走ってるわけか。はぁ、よいしょ。あはぁ、飛びすぎた。まあ、こんなこともあるよね、やりすぎちゃうこと。はぁ、奥深いなぁ。なるほどね、いろんなレースに出ていってお金集めて、どんどん装備を充実させていくことによって、まあ、速くなっていく、強くなっていくってことか。まあ、とりあえず無課金でも結構遊べるゲームだね、これ。ライディングエクストリーム 3D、 これは面白いかもしれない。うん、これやっぱりいろんな国の人たちがあれなんだ、参加してるんだね、このレースに。でもはや僕だけね、マウンテンバイクじゃなくて普通のバイクに乗ってるからさ、それ速いわね。あー、はまった、危なうわ、すごい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 、おかしい、おかしい、もうこれはもう壁をよじ登っていく。この人たちマジでタフだね。あ、コース結構長いね、これね。うわ、楽しめるわ、これ。これ長く楽しめるんで、ちょっとおすすめかも。ドンと、ここでポイントを貯めていく。500ポイント。さあ、じゃあラストレースにしましょうかね。
ラストレースはね綺麗にまとめていきたい。これは谷がレースになってるのか、谷のコースか。よいしょ。いやこれは面白いかもしれない。今のところね、コースかぶりがないんですよ多分。よいしょ、最後は250決まりました。ということで P さんでした。またね。